ここは何だろう。細長い池がたくさんあるよ。モーリー、この場所は今から2200年前大きな集落があったのよ。そんな昔から森山には町があったんだね。そうよ、弥生時代の人にとってもこの森山は住みやすい町だったのね。ここは昔どんなところだったのかな。川端さん、教えてください。はい、今から2200年ぐらい前のですね、弥生人が生活した村の跡なんですけども、大きな溝がですねこの村の周りに囲んでまして、考古学では環濠集落というふうな呼び方でしています。村の周りには幅8メートルぐらいのですね非常に大きな環濠が8本とか9本とかですね、ずっと重なるような状況で掘られていることが遺跡の発掘調査では明らかになってきています。この環濠は何のために作られたんですか。はい、それはね、いくつか説がありまして、ちょうどこの時代、ここの遺跡からはですね、たくさんの戦いに使われた道具が見つかっています。例えば弓矢とかですね、それから盾とかですね、剣とか、そういうふうに戦いに使っている道具がこの遺跡は非常にたくさん見つかっています。そういうことから村の周りを守るためにですね、作ったんじゃないかなっていう説があります。それとかですね、自分たちの村をですね、水害から守るためにこういうふうな溝を掘ったんじゃないかなっていう説もあります。そして下の郷遺跡からは当時の生活を知る上で手がかりとなる貴重なものが数多く発見されたの。まさに弥生のタイムカプセルだね。ゆっくりまずゆっくり、わーい、いい匂い。子供たちがお肉を焼いているよ。子供たちはキッズクラブのメンバー。下野郷史跡公園にもっと親しんでもらおうと活動しているの。今日はですね、弥生時代にイノシシやシカを弥生人は食べていたということで、子供たちも実際に当時の再現して肉を焼いて食べるという活動をしています。わー、面白そう。気をつけて。下野郷史跡公園ではたくさんの人たちが関わってユニークな活動をしているの。子供たちもとっても楽しそうだね。お肉の感想は？とてもジューシーで美味しいです。コリコリしてて美味しいです。僕も体験したいな。11月15日には下野郷遺跡祭りが開かれるから、モーリーも行ってみる？素敵なコンサートや火起こし、わら細工、竹細工などの体験もできるの。僕も行くよ。みんなも来てね。森山は文化財の宝庫なの。ここ王城や諏訪屋敷も貴重な建物よ。王城屋って何？王城屋というのは江戸時代の村役人のこと、庄屋の取締役のことよ。こちらの諏訪家は江戸時代から幕末まで王城屋として周辺の村々を治めていたの。素敵なお庭。ここは誰でも入ることができるのかな。ええ、10月31日と11月1日の2日間、秋の特別公開を開催するわよ。小菊盆栽や地域の皆さんの展示、大正琴の演奏など楽しい催しも開かれるの。みんなも来てね。